月期は、律令制において、朝廷組織の最高機関、大上官に属した職の一つである。四等官の中の左官に相当する。刀名は、外史、門下岐郷老、門下霊史。和君は、都の、大石るすつかさ。昭言の下に置かれ、中塚佐将の内記が作成した昭職を交換し、大上官から天皇に上げる総文を作成した。 また大長官の情景の指示に従って、朝廷の儀式、くじの奉行を行い、必要に応じて関係する宣例を調査、上進して、その円滑な遂行に努めた。さらに、人事案件の手続きの一端を担った。その重要性から延暦2年5月11日には、官位相当が引き上げられ、また、公認6年1月23日には、それまでは、 内記が行っていた天皇の日々の動静を記す五書記録の職務を分担するようになった。さらに、蔵人が置かれて、小和言の権限が境外化するとその職務と権限の一部も、月記に移された。このように、職務多忙であったことから、月記の地位も上昇し、平安時代中期には五位に昇進する大劇も、現れるようになった。これを大武劇と呼んだ。後に、大武劇の筆頭を、 曲務とも呼ぶようになる。後に人数を補うために、剣官の検証撃が設けられた。平安時代中期から末期にかけて、劇曲は、大劇2名、衝撃2名、検証撃1名の、計5名で構成された。劇は、六位倉人、四季部、進む、民部進む、死、この絵将言絵門の城などと同様に正月の除衣で序尺枠があり、 毎年在職年数の長い上老者1名が15位下に除された。6位の劇は大劇1名、小撃2名、剣小撃1名の計4名であるため、剣小撃に任じられた者は小撃を経て大劇に昇進し、劇を計4年間務めて除赦されることになる。6位倉人、四季部、進む、民部進む、市、ケビンシエモンの城などから除赦した者と同様に、 劇から5位に上された者は、受領に任じられる資格があり、助尺後一定の待機期間を経た後に受領に任じられた。文治3年12月4日には、最大定員を大少な合わせて6名とすることになった。本来は、喧官の一つとして文と共に、受学や文筆に優れた下級官人が任じられて、昇進への足がかりとする役職だったが、鎌倉時代以後には、 廟行道の家柄だった船橋家と押光寺家の世襲となり、さらにそれまでは苦行が認じられていた国葬院別当に任命される者も現れた。室町時代に入ると船橋家は代々天皇の自読として激を経ずに小名言に登ることになったために、極務は押光寺家の身による世襲となり、道家は極務家と呼ばれるようになった。江戸時代には押光寺家は 劇局、務の権限として踏みをのみならず各省の地下官人を動員して、朝廷の儀式、くじの遂行に努めた。こうした地下官人たちを劇方と呼び、六十夜以上が存在したと言われている。劇は、はじめ小和言の事務所である小和言局を構成していたが、やがて劇長さらに後には劇局と呼ばれる独自の事務所を持つに至った。 劇場は代理の県春門の東側に位置して、不殿などが併設された。なお当初は大表館長で行われていた大表館の会議は、時代が下ると代理により近い劇場の施設を用いて行われるようになるが、これを劇生と呼ぶようになった。劇はその職務日記として劇日記を書きこれを後日の参考としたが、平安時代後期になると律令制の主観に加え、 劇が職務に関する事項を個人の日記に記して外部に必須ことで劇の世襲化と公的権威の付与を促したために追尾した。これを憂慮した藤原頼長が劇日記の励行を命じたものの失敗に終わっている。ありがとうございます。